信じないから大きく滑る。さあ、今シーズンフィギュア界で大きな注目を集める存在、島田麻央、日本人女子初の4回転トーループの成功者です。歴史にその名を刻むか。1本目、4回転トーループ。いや、高さありましたね、はい、GOE も高い評価を受けています。トリプルトーループ、昨日のショートでも技術点は全体トップです。トリプルフリップ、トリプルループ、コンビネーションスピン。彼女はスピンも得意としています。回転速度も素晴らしいですね。ダブルアクセル、シングルオイラー、トリプルサルコ。後半のジャンプに入っています。ダブルアクセル、トリプルトーループ、フライングシットスピン、パーフェクトへ高まる期待。トリプルルッツ、これも決めた。ステップシークエンス、オリンピック金メダルへの道はここから始まります。90回を数える全日本ジュニアに新たな歴史を作りました。さて村上さん、はい、とんでもないものを見たような気がしますが。そうですね、はい、本当に全ての要素で加点、はい、これは素晴らしいですね、6分間練習でなかなか決まらなかったあの4回転トーループですが、うん、1本目ですね。そうですね、かなり6分間練習ではこうタイミング感覚がずれてしまったかなと思ったんですが、はい、こちらこれ本番合わせてきましたね。 GOE も2点近くついています。はい、軸のブレがもうないですね、はい、しっかりスピードを生かして一つの軸に持っていきました。はい、
その後のトリプルルッツ、トリプルトーループ、すべての要素のジャンプ、安定していましたよね。完璧と言っていいでしょうか。はい、はい、全日本ジュニアでの4回転の成功は2003年の安藤美希さん以来ということになりました。安藤さんは4回転サルコー、そしてこの島田麻央は4回転トーループということになっています。スピンもすべてレベル4ということになりました、はい、最高時速は27キロ。さあそして4回転トーループ見てみましょう、11.40 という得点になりました。高い点数ですね。ですね。改めて彼女の魅力どんなところに感じましたか。あのジャンプ皆さんもちろん注目すると思うんですけど、本当にジャンプだけでなく滑りもそうですけど、スピンのポジション、そしてポジションを変更しているのにそこからどんどん加速していく、そういったところがあの本当に島田選手の魅力の一つ、もう一つのところだと思います。はいはい、去年はノービスから出場して3位表彰台、これは史上男女合わせて4人目の快挙。さあ優勝すれば日本で史上初。さあフリーの得点 126.75、 今シーズンのシーズンベスト6点以上更新。総合得点は 188.51、 ビッグスコアを叩き出しました島田麻央。4回転トーループを決めてトップに立ちました。